あなたが踏むこの大地をよく見てごらんなさい。岩も木もみんな生きて、心も名前もあるわ。あなたが知らない世界、知ろうとしてないだけ。見知らぬ心の扉、開けて覗いてほしいの。青い月に燃える狼と笑う山猫の歌、あなたにも歌えるかしら。風の絵の具は何色、風の絵の具は何色。わからない、月と喋る狼の声、あなたには聞こえない。山の声と歌を歌って、風の絵の具で絵を描く。そして初めて答えがわかる。風の色は何色か。ありがとうございました。はい、今聴いていただいた曲はポカホンタスのカラーオブザウィングでした。西新宿トギバーにお越しの皆さん、こんにちは。こんばんは。あら、こんばんは。こんばんは。はい、森澤ちゃんです。初めての方もいらっしゃると思うので、あ、もうちょっとお客さんの方照らしてもらっていいですか。照らさないシステムだ。あ、照らした。初めての方もいらっしゃると思うので自己紹介したいと思います。芸名は森蔵で活動しています。ちょっとそうですね、1995年8月10日生まれ、今21歳です。で、あと2ヶ月で22歳になります。はい、事務所を辞めて、今フリーで自分の好きなことだけをやって、趣味で弾き語りと歌と撮影とかをやってます。よろしくお願いします。今日はお知らせがあります。お知らせはまず一つが、ちょっと久しぶりにフレッシュの屋外決まったので、7月1日、結構私の撮影は歌って踊ってで面白いって言われるので、なんかカメラとかあんま興味ない人も聞きに来るだけでもいいので、ぜひ来てください。はい、でもう一つが、なんか私8月10日誕生日なんですけど、なんか生誕祭やりたいなって心の底で思ってたら、声たまたまその月に声かかって、8月28日月曜日に生誕祭をやることになりました。イエイイエイ。あ、撮影 OK なので撮って大丈夫ですよ。そうですよ、生誕なんで私の持ち時間が40分あります。で、私ダンスも結構個人的に好きで、もう丸々ダンスパフォーマンスと弾き語りアカペラと、なんか VTR 出して私の過去を振り返るみたいな感じの面白いやつ作ろうと思って、でぜひ8月28日月曜日、空いてる人、空いてる方、ぜひ
来てください。よろしくお願いします。じゃあちょっと次の曲いっちゃいたいと思います。ちょっとね、最後の曲は緊張しすぎてもう何なんだ。皆さん元気ですか？元気です。はい、元気ですね。あのリクエストで古い曲スピッツやってほしいっていうのを結構いただいてたので、スピッツ練習してきました。いつもやってない曲です。それでは聴いてください。スピッツの楓。
誰にどんなに明るい人でもなんかこういう波みたいなのがあって、みんなこういう風になって生きてるって聞いたことがあって、この下のレベルになった時にみんな沈んだりすると思うんですけど、私は撮影向かってる時にそういう気分になったことがあって、なんか本当に投げ出したくなるぐらい辛かったんですけど、なんかこの次歌う曲を聴いて、なんか背中見せてないで前を向いて頑張ろうってすごい思った曲です。なんかタイトルとかなんかすごい暗い曲なんだなって思われがちなんですけど、なんか聴いてみるとなんか何かほぐれる感じがして、すごいいい曲なので、あのカバー曲なので皆さん私の声で聴いて、あの家でもう一回聴いてくれたらすごい共感してくれたら嬉しいと思います。では最後の曲聴いてください。僕が死のうと思ったのは中島美嘉さんです。僕が死のうと思ったのは、海猫が桟橋で泣いたから、波の間に間に浮かんで消える、過去もついばんで飛んで行け。僕が死のうと思ったのは、誕生日に杏の花が咲いたから、その子もレビでうたた寝したら、虫の死骸と土になれるかな。八日目漁港の灯台、錆びたアーチ橋、捨てた自転車、ホームの中で今日はまるで昨日みたいだ、明日を変えるなら今日変えなきゃ、分かってる分かってる、だけど僕が死のうと思ったのは、あなたが綺麗に笑うから、あなたのような人が生まれた世界に少し期待するよ、あなたのような人が生きてる世界に少し期待するよ。ありがとうございました。生産さんお待ちしています。今日はありがとうございました。